プブリウス・デキウスムスは、共和制ローマの紀元前4世紀後半から、紀元前3世紀初頭にかけての政治家、将軍である。第一次、サムニウム戦争で活躍した同盟の父の子であり、同盟の子は、エピロス・オーピロスと戦った。第二次、サムニウム戦争中の紀元前312年に、デキウスは、マルクス・ワレリウス・マクシムス・コリヌスと共に、失勢官職に就いた。 リウィウスによれば、デキウスは病気のために、ローマに残り、彼の同僚が戦争を指揮した。しかし、エトルリア人との戦争の不安のため、いざという時のためにデキウスは、元老院の希望で独裁官に、ガイウスユニウスブブルクスブルトゥスを指名したとしている。しかしカピトリヌスのファスティによればこの年の独裁官は、ガイウススルピキウスロングスである。一方、アウレリウス・ウィクトルは逆に、 デキウスは最初の執政官職の時にサムニウム人との戦争に勝利して外戦式を挙げ、ケレース神に戦利品を奉納したと伝えている。しかし、外戦式のファスティによると、この年挙行したのは、バレリウスの方である。紀元前310年、デキウスは独裁官、ルキウス・パピリウス・クルソルの下で、サムニウム戦争において、レガトゥスとして働き、 紀元前308年に再び失政官となった。この時はファビウスがサムニウム人、デキウスがエトルリア人との戦争を担当した。この時デキウスはエトルリア人との一年の休戦に反対した。紀元前306年、その年の独裁官、プブリウス・コルネリウス・スキピオ・バルバトゥスの下で副官に任命され、 紀元前304年には、クイントゥスファビウス・マクシムス・ルリアヌスと共に、ケンソルになった。紀元前312年にケンソルを務めたカエクスが、ローマ全土のトリブスに登録していた、解放奴隷を、ローマ市内の4つのトリブスだけに登録し直した。また7月のディオスクーロイの祭りの際に行われる、騎馬行列も彼らが始めたと伝えられている。紀元前300年には、 新官職をプレブスに解放するオグルニュース・ポーを支持し、人技官に追加された最初のプレブスの一人となった。キケロは、デキウスと同時代のプレブスの有力者であるガイウス・ファブリキウス、ルスキヌス、マニウス・クリウス・デンタトゥス、そしてこのオグルニュース・ポーのおかげで初めて、プレブス出身の最高人技官となったティベリウス、コルンカニウスとの遊戯を伝えている。 紀元前297年にデキウスは三度目の失政官となり、共に第三次サムニウム戦争を戦った。彼らは別々に進撃し、デキウスはアプリア人をマルウェントム近くで破った。翌紀元前296年にはプロコンスルとしてサムニウムで戦い続け、三つの都市を落とした。紀元前295年にデキウスは、またしても、 ファビウスを同僚として4度目の執政官となった。その時ローマはガリア人、サムウム人、ウンブリア人、そしてエトルリア人の反ローマの共同戦線の脅威を受けており、サムニウムにいたデキウスは同僚を援助するためにエトルリアへと向かった。ガリアサムニウム連合軍とのセンティヌムの戦いでは左翼を指揮し、デキウスは自分の部隊が ガリア人の攻撃で敗走し始めると、父の霊に習い、自らと敵軍を冥府の神に捧げると誓って敵軍に突撃した。最終的に戦いは、ローマ軍の勝利で終わり、彼の遺体は、壮麗な葬儀を受けた。ありがとうございます。